僕あの基本的に映画よりもテレビドラマが好きなんですよ、はい、でなんでかって考えた時に映画って走り終わった後に出るじゃないですか、はい、だけどテレビドラマってまだ1話放送されてる時点で後ろの話ができてないとか、はい、走りながら作ってる、はいはい、それの最たるのがあの戦隊とかライダーで1年を番組始まってまだ作りながらこう1年を走りながら作ってるって感じがすごい好きで変わってきますそうそうだからテコ入れが入ることもあれば面白い出演者さんとかも、うん、やっぱ最終回のうちって分かんないじゃないですか、うんうん、そうそう知らないままにやってるわけですよね知らないまま言っててであのキングオージャーも今始まったばかで、うん、あの5人もやっぱりその最終的にどうなるかって分かんないじゃないですか、うん、リタ役の方が今後どういう風になっていくのかっていうのが分から、うん、楽しみだって確か座談会の時に言ったんですよ、うん、そういうところがただのテレビドラマじゃない面白さが、うん、よりもその演じてる方もまだ分からない状態で撮ってる僕もぜひあのエグゼイドを見てほしいんですけど地方の時に出てくるエグゼイドとエグゼイド第1話のエグゼイドじゃ演技力が全然違う本当に、はい、ジオのエグゼイド編に出てた時のそのエグゼイドが変身する時のたった一言なんですけど大変身っていう言い方がすごい好きなんですよわかりますちょっと1年やってきて、まあ、上から目線みたいになっちゃう成長したなっていうかすごくハマった感というかあって本当にあのたった一言なんですけどすごいなって思ったんですよもしかしたらそのオーディションに合格して始まりますってなったその人たちが本当にヒーローになるまでをこう見れてるというか1年やることによってもハマってくるその人になっていくっていう姿も見れるっていうのは面白いですだから若い人が多いのかもしれないですね、うん、そうですまだあんまり染まりきってない感じのもの、うんでも言ってしまえばキジノはキジノでしたからねキジノはキジノです、ねまあ、ドンブラの人たちは割とみんなそれぞれ、ね、上手な人たち初めからオニシスターの子とか うまいですね顔芸がもう本当面白くて振り切ってますもんねあの、シダコハクさんでしたねシダコハクさんは今後大きくなるなって僕は思ってますねありますね